お品げカウントよろしくお願いします。よし、こんばんは皆さん、お待たせしました。こんばんは、帰ってきたお家に。こんばんは、久しぶりにメイクしたこんばんは、ラジオお疲れ様、ありがとう、遅くなってごめんね。こんばんは、こんばんはです。ラジオ終わった後ちょっとなんかお仕事がありまして遅くなっちゃった。あ、ラジオの服装、そうそう、そのままで、そのままですよ。こんばんはやっほー、今ちょうど聞いてた。あ、本当？ありがとう、聞いてくれてお疲れ様、ありがとう。こんばんは。突然カラードレスの生写真出てびっくりした。あ、そうだ、出てた、そうだそうだそうだ。多分みんなはね、あの1個前の制服で最後の生写真だと思ってたと思うんですけど、まだありましたお仕事だったのか、てっきり美味しいもの食べてたのかと。いやいや食べてないわ全然食べる時間なんてなかった。ただ新幹線で昨日言ってたアイスは食べれたよって話。それ、あ、待って、それにしても常夏楽しかったって、また読んじゃったそれはそう、楽しかったね。決まってるお料理久しぶりかもね。ほぼすっぴんでも可愛かったけど。ありがとう、キメキメよ。今日はちゃんとメイクしてるからね。告知なさすぎて新幹線で過ごしたかと思った。ありがとう、ありがとうじゃないや、ごありがとうじゃない、ありがとうってなんだよ頭回ってないそう、あのね、新幹線の乗って、いや何時にできるか分かんなくて、配信がどうしようって思って、そう11時10分からで間違えて、ごめん間違えた。可愛くないこれ、このトレーナー、ピスタチオカラー。これもジュエティなの。てかリュウ、ジュエティのトレーナーめっちゃ持ってる。これまた載せますね、インスタに。今日は写真撮ってないので、また別の日に来て写真撮ります。今日のラジオお疲れ様、ありがとう。帰ってきました。いや久しぶりだったラジオ。いやなんかさ、なんでさ噛むんだろうね、なんで噛んじゃうんだろう。だってリオさ、練習で読んだ時さうまくいけてたのにさ、もうやらかしいやらかしい。そう、この間と白と同じブランド、これよく気づいたね。トレーナーも可愛いけど髪型の時、おお嬉しい。今日はハーフアップしたよ。ハーフアップは珍しいね。アボカドカラーじゃない、ピスタチオカラーです。まあアボカドとも言えるかもね。ニュースカミカミすぎて爆笑したね。もう本当に最悪、本当に最悪、カミカミマンだから本当にもう無理、最悪ね、あんなにあんな緊張しすぎだよ本当にうんね、ごめんなさい、カミカミで。ハーフアップは珍しいでしょ。そう、普段やんないからねいやなんだろうね、そう、あ、ジュエティ去年の水色も持ってるよ、リオも。そう、これね今年なのよ、今年出たデザインなの。この真ん中にもフリフリがある。去年のはね袖ここの辺だけだったじゃん、フリフリが。初見です、はじめまして、ありがとう来てくれて。大森リオです、よかったら星投げカウントしてくれると嬉しいです。緊張ほぐれてる感じだったけどニュース読む時に戻ったね。そう、あれは緊張した。だって噛んじゃいけない、噛んじゃいけないって思ったら噛んじゃうんだもん。あと一番楽しかったのは玉読みって言ってくれて嬉しすぎた。ああそう、悩んだ、何が一番楽しかったかなって。だってライブもいっぱいやってきたし、ライブはもうもちろん楽しい、でもどれが一番楽しかったかっていうのは難しいから、そう別のものにしようと思って。でもちろん M ステもう本当に楽しかったし、 M ステにしようかなとも思ったけど、あでも2人言うかなって思って、2人が M ステ言うかなって思って玉読みにした。楽しかったし、俺はどこだよな、めっちゃ楽しかったじゃんそんなに楽しかったんだね。噛んでこそおりおやで、そうだよね、うんそういうことにしとこうそう、楽しかったな舞台、
さすが主演ありがとうございます。そう、楽しかったね。でも楽しかったの、楽しかったこともいっぱいあるからね。うん、でもラスアイはやっぱ企画とかいろいろやってきたから大変なことのが多かったかもしれないけど、でもライブはやっぱ楽しかったし、うん、楽しいこともありました。だから悩んだね。え、なんだろう一番って。そう、大変だったことはすぐに出てきたんだけど、一番そうサバイバーってすぐ出てきたけど楽しいがね、むずかった、うん、何しよっかなって。その難しい、一番楽しかったライブってむずいんだよね。難しい。ライブって毎回楽しいからさ。でもね、ティフとか好きなんで、でもティフ大好きで、そうティフが楽しかったな。あの何年前だろう、3年前かな。ティフ大好き。なんかその3年前だよね、多分そう。あの時のティフすごい楽しかったな。2019かな、そうかな、そうかも。うん、ティフ大好き。そうそう。でも今年さ、今年だよねティフ、なんか1日なくなっちゃったじゃん。それがすごいショックだった。そう、今年2日、あれ2日間だけになったんだっけ。そう、もともと出るステージあったのにさ、なくなっちゃって悲しかったな。オタクも忙しくて楽しかっただよね、ティフね。楽しいよね、やっぱ。なんか夏来たーって思う。一番大きななんかフェスだから、これこれこれってなるこれこれってなる。だからなんかさ、あの2年前無観客だったじゃん。あの時はなんかティフはティフだけど、なんか本当にティフかってなった。なんか無観客だからさ、なんかティフじゃないみたいだった。ティフはどんな楽しいことがある？なんかいろんなステージに出れるっていうのもあるし、そうね、なんか外でライブしたりとか、なんだろうな、いろんな人に会ったりとか、あとね、リオで言うとケータリングとかケータリング美味しくて、あと外にある削りいちごとか、そう、あのあれなんて言うんだっけ、屋台みんな屋台とか行って、あのかき氷だったり削りいちごとか買ったり、そういうのをみんなで買いに行って食べるのがなんか楽しかったね。ティフイコールアイドル、あ、なんかそういう感じだよね。やっぱり筋肉食堂は違うけど、いや懐かしい。あ、それで言うとあれ、ラスなんだっけ、あれ夏休みだっけ、ラスの夏休み、六本木でやったやつ、あれもめっちゃ楽しかったね。うん、六本木でやるあの野外のイベントガチ楽しかった。そう、あれやりたかったな今年も。うん、おりゅうやほお疲れ、ありがとう来てくれて。夏休み楽しかったよね。いや懐かしい。なんかコロナになっていろいろできなくなっちゃってさ、もどかしかったね、ほんと。うん、楽しかったよね。そう、やっぱりなんかライブとかそういうイベントが楽しい。うん、ファンの方も楽しんでたの伝わったし、あの頃が一番楽しかったいや楽しかったよね、わかるね。そう、野外って最高だよね。そう、野外のライブ大好き。コロスケかわいいなコロスケってなんかかわいい。コロナなければもっとイベント行けたのに。そうだよね、なんか声出しとかもできなくなっちゃったしさね、こんなになってあー、パクチー懐かしいありましたね、朝練だっけ、朝のライブで。オーディオに会わずにラッサイ終わりそうで辛い。会えないの、ラッサイで会えないの。タイムマシン作ってや、こっちのセリフだよ、作ってよ。リオの配信は私一番幸せな時間、嬉しい、ありがとう。5月29のライブ行きます。オーディオの色なんですか、あー嬉しい。リオピンクです、今緑着てるけど担当カラーピンクなので、ピンクフリフリしてくださいね、よろしくお願いしますね。ラストライブ来てください皆さんそう、ピンク全力でフリ、ありがとう、嬉しい。お尻もフリフリ、お尻もフリフリ、そうそうそう
ぜひ。今日は眠たくない？あ、眠いですけど、あの配信は全然眠くない。新幹線では激眠だった。濃いめのピンク、薄めのピンク。どっち？どっちだろう。なんかでも、ショッキングピンクほど濃くはない気がする。うん、そうね。桜ピンクかも。そっちどっちかと言ったらそっち系かもね。クッションクッション振ったらちょっとやばくない？大丈夫そう？昨日ピンクのペライト買った。おー、マジで嬉しい、ありがとう。薄め、うん、そうだね。なんか濃すぎるピンクよりは薄い方かな。どうだろうね。え、昔濃いめって言ってた？あるよ。嘘、本当に？え、言ってないよ。言った？普通のピンクです。濃いも薄いもない。ピンクといえばのピンクが好きですね。え、昔聞いた時濃いめって言った？え？え？嘘、本当に？わかんない。濃いがどっから濃いかわかんないんだけど。え、公式のピンク2種類あんの？嘘、あったっけ？え、どっちだろう、見ないとわかんないや。あー、ラブドッチの衣装のピンクかわいいね。確かにかわいいかも。そうね、マイメロとかのピンクが好き。伝わる？伝わった。おお、伝わった伝わった。よかったよかった。ラジオ聞いてた、オイル頑張ってた、ありがとう。いや、めっちゃ噛んだんですけどね。楽しかった。マイメロって怖いか？そう？よ、ものによる？ものによるかもね。うん、そう、マイメロちゃんいっぱいあるよ、このお家。マイメロちゃん大好きで、中学の時からマイメロちゃんばっかり。床の目終わって枕元にペンローくなった。なんで？ペンライトと一緒に寝てんの？野菜のペンライト、ホットピンクとパールピンクとショッキングピンク。リオの、ホットピンクってどんな色？でもショッキングピンクではなさそうだな。うん、わかんない。私もマネルちゃんマジ好き。ピアノちゃんもっと好き。あー、かわいいよね。わかる。いよいよ来週やね、お帰りのイベ。俺行くからね。ありがとう、よろしくね。お待ちしております。だってもう大阪はあさって。え、大阪あさってってやばいね。ピューロランドはあの自分で遊びには行ったことないんですけど、イベントで2回行ったことある。でも遊びで行ったことないから、いつか遊びでも、あのカチューシャつけて普通に遊びに行きたいなって思う。イベントでしか行ったことがないんですけど。ゆるふわファンシー対決懐かしいね。楽しかったな。日本人の方々こんばんは、あにわせよー。うん、本当にあさってあるだろうか。あるよ。そう、本当にあさってにあるですよ。大阪何も準備してない。え、同じくだよ。リオもこれから準備するから一緒に準備しましょう。ね、リアルトークの実感ないよね。わかる、実感なさすぎて。ピューロランドにいるポンポンプリンめっちゃいい匂いする。気になる。そうなんだ。いつもパールピンク売ってる気がする。一番ワイピンク。あ、それかな。じゃあそれかもね。オイリオがピューロのイベ出てくれたの本当嬉しかった。前方席で見てたよ。ありがとう。リオも嬉しかった。しかもマイムラちゃん大好きだったからさ、幸せだった。いつも準備はギリギリかな。ギリギリですね。いつも前日になってどうしようどうしよう言ってる。でも前からもっとあの前の方から決まってる時もありますけどね。ライブはとりあえずマイメルのコスプレマイメルのコスプレしてくる？どんな？前方席当たったのにオイリオのうちは忘れて、マイメルちゃんのうちはだけ持ってて気まずかった。マイメルちゃんのファンだな、もしかしてそれは。
リアルトーク幕張はまだ来週、来週、来週でもあっという間だよね、きっと。おいりゅうさんともう会えなくなってしまうのかなと思ったら夢に出てきたあら、夢にお邪魔しちゃいましたか。なんかそんなさ、夢に出てくるもんなの、そんなに。うちは当日変えるのかな、なんかリオもわかんなくて、わかんないんですよ。もし変えたら絶対買ってほしい。あら、ナユンありがとう。なにこれ、食べて食べてって書いてあるのこれ、なに食べてチャラモッケスミニだこんばんはなにこれ、すごいね、アイス。すごい、オイルのうちほしい。うちはね、本当にゲットしてほしい。リオ夢見ないんだけど、あんまり見てても覚えてないだけかな、あんまり。なんか今日この夢見たって、なんかあんま覚えてない。うん、じゃあ俺は逃走中のコスプレしてスタッフに紛れマジで間違われそうだよそれは、その格好してたら。アイスキャンディー美味しいよね、好き好き。てかさ、今日さ新幹線でさアイス食べたのね、ピスタチオアイスあるって教えてくれたから、本当にあってさ、マジ美味しかったよ、やばい。ピスタチオ好きにはたまんない、本当に美味しかった。あれ期間限定かって思ったら悲しい、ずっと置いててほしいなってレベルで美味しかったね。うん、本当に美味しかったよ。それしかも今日ピスタチオの服着てるしあーわかるよ、板チョコアイス好きよ。寝る時間短すぎなのでは。そうなのかな、まあ、確かに寝る時間は短いかもしれないけど、でも逆にさ夢ってさ、ね、なんか深い眠りについてない方が夢見るって聞かない？そうって聞くんだけど、って考えたらリオは深い眠りについてるのって思うけど、どうなんですかね。あー確かに夢って起きてから思い出そうとすると忘れる、うん、あるある、忘れる忘れる。なんかすごい面白い夢見た時にさ、なんか話したくてもさ、ちょっと覚えてないんだよね。50完了ありがとう、ユッキーカウントありがとう。ボトムス今日はね、白い長い長いズボン履いてましたよ。オイルをたまに夢に出てくる。マジで嬉しい嬉しい、リム出てくるんだねなになに、あ、ご飯食べてないわ。あら、これから食べるの。 4DX、 あ、映画あるあるある。何で見たっけ、ある、多分あるよ。何で見たか、何で見たっけ、何で見たか覚えてないけど見たことある気がする。 4DX とか大好きだからさ、なんか乗り物みたいで楽しいじゃん、好きですよ。でもね、映画あんま行かないかも最近。中学校の頃はよくお友達と行ってたけど、もう最近映画館に行って映画見ることがない。そう、ないんですよね。今リオは映画館に行ってキャラメルポップコーンが食べたい。昔甘いものあんま好きじゃなかったから、映画館でキャラメルポップコーンなんて買ったことなくて、うん、だから今すごい食べたい。今キャラメルポップコーン好きになったから、キャラメルポップコーンは食べたいなって思う。そう、ポップコーン頼むとしてもバター醤油とかそういうのばっか頼んでて、そう、甘いキャラメルポップコーンはね映画で食べたことないの、だから食べたい。しかしすっぴんでも可愛い、何メイクしてても可愛いな。嬉しい、ありがとう。三週の星終わり、ありがとう、ありがとう、みおたん。そう、昔はしょっぱ糖だった。まあ今でもしょっぱ糖だけど、甘糖にもなったね。リオ、キャラメルポップコーンで好きなのは、あのカリッてしてるのが好き、わかる。なんかさ、まん丸のポップコーンじゃなくて、あのなんかカリッてするやつ、
味がいっぱいついててカリッてするのが好き。わかる？サクみたいな、サクカリサクっていうポップコーンが好きです。なんかさ、キャラメルポップコーンにもいろいろあるじゃん、食感が。リオはねカリサクが好き。カリサクカリサク。牛タン土産もらってない、食べたかった。リオもずんだシェイクと牛タン弁当食べたかった。映画館で飲み物頼むなら、炭酸のジュースかな。なんか昔ピーチソーダとかあった気がする、ゼリーの、ゼリー系のなんかなかったっけそういうの。炭酸ジュースが好きね。キャラメル多めについてるとこが好き。リオもそう、一緒。あ、でもわかる、なんか食べ物買ってもリオも映画始まる前に食べきっちゃうもん、いつも。コーラは圧倒的黒ラベル派です。コーラゼロが好き。でもコーラゼロない時もあるから、そういう時は赤ですけど、黒と赤があったら絶対黒飲むね。今日から黒ラベル派になります。合わせてくれるの？そこは自分の好きなの方でいいと思うよ。キャラメルのコーティングのカリが好き。そう、リオもそう、キャラメルのコーティングのカリが好き。そうそうそう。さすがにスーパードライ、え、それビールでしょ。コーラゼロは許さない。なんで？なんで？コーラゼロしかでしょ。え、どっちも飲むけどコーラゼロの方がいいですよ。コーラゼロの方が美味しいんだけど。うん。リオお酒飲まないですね。リオはお酒飲まないです。お酒はね、ほろ酔いしか飲んだことない、まだ。コカ・コーラゼロ黒ラベルって言う人初めて見た。あ、でもリオも初めて見た。まあでも確かに赤黒って言うもんね。何？プレモルって何？プレモルって何ですか？プラモデルみたいな感じ。プレモル。何それ。あ、白ラベルのとこの子は飲んだことある。あるある。なんかね、キキコーラをやろうとして飲んだことある。あ、なるほどね。プレミアムモルツ。あ、なるほどね。それで略してプレモルね。うん。へえ、ビールなんてリオ多分一生飲まないと思う。今だけかな。うん、わかんないけど。ジュースしか勝たんなんだけど、今のところ。お酒が好きになるかな。コーラは略してもコーラです。はい。髪の毛かわいい。あ、嬉しい。ハーフアップしてる今日。後々美味しく飲める。本当？マジで知らんけど。リオパパビール好きそうな顔してるよね。へんきゃ。あ、でもパパビール好きだと思うよ。うん、リオのパパビール好き。コークハイ？え、でもコークハイ飲むならコーラ飲みたいってなっちゃうんだよね。そう。コラボカフェの追加申し込みました。あ、嬉しい。うちは持ってきてくれるの？ありがとう。そう、明日からカフェだよ。そういえばねえ、明日からついに始まりますね、ラサイカフェ。早くリオも行きたいわ。ん？ムックありがとう。え、急に急にどうしたの？ありがとう。クマ常連？待って、ペンどこやったかもしれん。え、ペンない。ホワイトボードのピンない。西田監督にありがとう。にゃこ、大盛りけどお酒強いのはやっぱパパじゃない？え、ちょっと待って、ないわ。ホワイトボードのペンどっか行っちゃった。あれ、ないから、ある？ある？あ、ありがとう。ティッシュもちょうだい。ホワイトボード消す。ありました。ないなら椅子。ある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 し、ありがとうございます。あるあるあるし、クマ10連だからクマさんの歌を歌いますよ。ムックに先に絵を描きます。
ママが持ってきてくれた。おい。ムック、熊十連ありがとう。クマ。かわちいでしょ。ありがとう。スクショできたかな。クマは上手だよ。クマはあるからね。ん？何が苦手？え、いや苦手なものはないんですけど、絵ね。でもなんか絵が下手みたいで私。そう。かわちいスクショした。ありがとう。じゃあクマの歌聞いてください。大森のくまさん。ある日森の中オリオンズに出会った。花咲く森の道ムックに出会った。イエーイ。ありがとうくま。聞いてくれてありがとうございます。ありがとう。タオルの絵めっちゃ可愛いよ。え、嬉しい。ありがとう。そう、タオルの絵はやっぱ頑張って描くからね。やっぱあの物になるものは本気で描かなきゃいけないということで、相変わらず歌うまい。今ので、今ので、ありがとう、嬉しい。横流の絵、横流の絵はね、あの最近絵描いてましたけど。恐竜の声好き。顔もちろん好き。ありがとう。てれてれ、てれちゃう、てれちゃう。いつも本気出して。いや、いつもほ、いや本気だけどさ、やっぱショールームではさ、めっちゃ時間かけて描けないじゃん。ささーって描かなきゃいけないからね。最後に少し歌って。何歌う？そうだね、あんまり今日時間ないので。明日は昨日と同じ時間かな。そうですね。アバター楽しみだな。どういう感じになるのかな。楽しみ。何が？アバター？ヨッシーはアバターにならないよ。なりません。アンテナ、あー生理的なアンテナね。ではでは、明日早いのでまたね。あー、もう行っちゃうの？バイ、ありがとう。生理的なアンテナ歌えるかな。一回歌ってみるね、じゃあ。ラストアイドル、せせ生理的なアンテナ。あった。よし、いくよ。わあ。バスの中見かけ
生理的なアンテナでした。めっちゃ久しぶりに歌ったんだけど、降るなんて、降るなんてね、はい全然歌ったことないし、久しぶり、いいね。そう、ラストコンサートではね全曲聴けるので、この曲も聴けると思うよ。好き好きの頃の曲好きだから定期的に聴いてる。え、嬉しい。どんなに好きでいてももういっぱい聴いてる。念願の当たりくじやるんか。そうだね、当たりくじもあるよ。あ、確かに、ほっといて誰が歌うか気になってる。わかる、同じくね。2周年ライブぶりのライブだから楽しみ。おお、え、そっか、めっちゃ久しぶりですね。今日3回どんなに好きでいても聞いた。え、めっちゃ好きじゃん。リオも大好きだけど、一番聴いてたアルバム、そうなんだ。もう眉毛のほっといてみたかった。やりたかった。いや、夢だったよ。2人でさ、ほっといてやりたいねってずっと言ってたんだけど、叶わなかった叶わぬでしたわ。バイク乗ってる間ひたすら私の曲聴いてて、そうなの？嬉しい。瞳キラキラと流れ星2回やな。え、どういうこと？あ、どっちでもやるってこと？どうなるかな。いつかキスするその日が来てもマジ聴いてる。あー、嬉しい。いい曲ですよね。ラブドッチ。あ、ラブドッチね。あ、カラオケに入ってなくて、歌うとしたらアカペラかな。昼夜で歌う、歌は多分、昼と夜で歌う曲は違いますよ。だから全曲聴きたいって方はどっちも来るしかないんです。はいだから自分が見たい方がどっちにやるかわからないですけど、どっちも来るべきだよ。昼夜でチケット取った。おお、さすが。めちゃくちゃ行く気でいるけど、そもそもまだチケット取れてない。え、何やってんの、マジん曲聞きたいか、どっちも行くよ。お、嬉しい。どっちも来てね。そう言われたらどっちも行くしかない。いや、もうどっちも来るべきだよ本当に。だってラストライブだしね。本当に本当にラストアイドル最後のコンサートなのでね。安定の投資チケット確保、嬉しい、ありがとう。てか楽しみだな本当に、ラストコンサート。あの、新しいグッズをみんなが持ってくれるって考えたらそれも嬉しい。うちは見たい、早く早く、うちは見てほしいそう、結構ね、なんかあのうちはレアな髪型だったし、まあリオもあれがうちわになるって知らなかったんですけど、でもいいなって思った。逆にね、ね、体調管理気をつけようね本当にみんな。楽しみやけど終わりも悲しい。いや、そうなんだよね。なんか今日ね、ラジオで鈴梁さんも言ってたけど、なんかライブは見たいけど来てほしくないって言ってて、そう、いや、そうですよって思った。本当にあれ本当プリンセスすぎ可愛い、嬉しい。え、あとなんか生写真出たじゃん今日。その生写真のドレスの写真もありますので、それも載せます。またアクスタ持って結婚してやりたい。え、それはもうやってください。それはもうやってもらってね、はいどっかシンデレラ城に連れてって結婚してやってくださいフフ生写真って何が生なの。それは理由もわかんないや確かに、なんだろうね。小沢さん最近いつも泣いてるな。なんで、なんで泣いてんの解散決まってからの MV を高画質で見ても悲しみ深い。泣かないで。ね、グッズ当日購入あるかな。リオもわかんない。でもあってほしいよね。だって多分ゲットできてない方いるだろうしあってほしい。あったらだってみんな買えるもんね。ね、ね、当日買えるといいね。白ドレスの生写真あるかわかんないです。リオどうなんだろう。で、ゲットできてない人ここにいる。やっぱりいますよねそうだよね。
中国のライブまだ来ていなければ解散ダメだね、そうだよね、海外行きたかったな。そろそろラブどっちかな。あ、ラブどっちの MV 見てる？ねりおもさ、あの A に入ってる MV 全部見てたけどさ、なんか若いってなった、めっちゃ。失恋乾杯とかやばいもん、幼すぎて全然違う。確かに無事にね、ラストライブまでに届くかな。いや、それは確かに届いてくれって感じだよね。何歌うか、どうしよっかな。何歌う？おいでよさんのグッズ可愛すぎて速攻注文しちゃった。嬉しい、ありがとう、やったね。え、でも2曲も歌えないだろうな、時間的に。無理だよね、また途中で終わっちゃいそうだしね。最近何歌ったっけね、表題何歌ったっけ。好き好き歌ったし、何歌ったっけ、何人歌った、歌った気がする。何歌ったっけ、ハグサブリミアル。そりゃそう、昨日歌ったばっかだからね。なんだ、あと何、ブレイカレック歌ったね、歌ったね。今思ったけどその服の色似合う。おー、嬉しい、可愛いよねこれ。最近ゲットした。トレインでオイリオのいるイベントだけ、ワイトパイセン、あー、ポッポ懐かしい、青春トレインのポッポ聞きたいわあー、トレイン、トレイン歌ってない。え、じゃあトレイン歌ってみるわ。オッケーオッケー。トレインね、意外とむずい、一人で歌うと。てからそうやって一人で歌うと難しい曲ばっかり。ではトレイン、青春トレイン歌います。みんな歌うぞ。走り出すよ、
り僕らはガタバコレールの上で年を取っていく青春プレイプレイ走り出すよさあプレイプレイどうするんだ今プレイプレイ乗らないのかあプレイプレイ死んでも絶対大人にならないできましたよくできましたゴリちゃん結婚してありがとう結婚して10歌声にしびれましたうわーリオ音源リオ音源リオ音源ありがとう嬉しい歌だと噛まないなってコメントあったでしょリオは歌っている時もコメント読んでいたよいやそうだね歌ってる時噛むことはあんまりないかもしれんねえ本当に声出ししたいよね歌いながらコメ読んでるよ地味にね地味に読んでますお見事100点満点いただきました100点満点ありがとうでももう歌う時間なさそうだね途中で終わっちゃいそうだからトレインいいですよねいい歌だでいい歌ばっかりなんだけどうっさいパーマンなら尺足りるねうんそれは確かになんですけどさパーマン？でもそれだとまた歌詞をね調べなきゃいけないんですけど大盛りトレイン大盛りトレイン決まった？決まったね決まったね大人数で歌う曲を一人で歌うの大変なのにおいですごいよなありがとう嬉しいそうね、歌うときもあんま噛まないと思うよちょっと待ってキティのポップコーンの歌はハローキティ炊きたてのポップコーンはいかがキティはみんなの人気者わんぱく意地悪怒り者楽しいキティと一緒なら来られて優しくなっちゃうたみたいな感じちょっとごめんなんか分かんなかったわあ、優しいキティとか優しいキティと一緒なら意外とむずい怒りん坊もあ、そうなんちょっと分かんなかったね、キティちゃんのポップコーンいっぱいやってたからねアンパンマンのポップコーンもいっぱいやったけどねパーマンワンコーラス歌いますいや最後の歌はパーマンですよだってみんなが歌ってって言うんだもんはい行きますリュウのお箱です来てよパーマンはいはいはいせーのパーマンパーマンパーマン遠くで呼んでる声がする来てよパーマン僕のところへ来てよパーマン私のところへ心を伝える合言葉パーマンパーマンパーマン行くよ待ってて友達になろう手と手心と心つないでみんなで飛ぼうよあの空へパーマンパーマンパーマン来たよ僕パーマンパーマンパーマンでした来てよパーマンパーマンが地球でここにしかおらん気がするうそいつ聞いてもうまい歌うますぎてなんかおもろいよねうまいありがとね
これはパーマのオープニングの曲ですね。リオ、これはあのカラオケでね歌うといいですよ。声出しになります。実質世界一パーマうまい。うっそ、世界一うまいって名乗っていい。これで仕事頑張れるわ。え、嬉しい。こんなんで頑張れるの。パーマン最強。ありがとう、すごく歌いまん、ありがとう。いや、もう終わんなきゃだね、早いな。皆さんありがとうございます。今日は短い時間でごめんね。そう、12時までしかできないの、シンデレラなので。はい、あ、来れてよかった、ありがとう。明日は昨日と同じだから8時からやるかな。うん、そうだね。はい、ありがとう、こちらこそ来てくれてありがとうね。じゃあ皆さん、また明日会いましょう。じゃるじゃよー、グッナイ、おやすみー。